ロベルタ・ボンダーは、オンタリオ州スーセントマリー出身のカナダ人女性で、初めての宇宙飛行士であり、宇宙を訪れた初めての神経学者である。カナダ勲章受賞者、カナダ王立協会会員。アメリカ航空宇宙局の宇宙医学分野の責任者を10年以上務めた後、ビジネス、科学、医学コミュニティのコンサルタント、講演者になった。 ボンダーは、ゲリフ大学で1968年に、動物学、農学の学士号を取得し、1971年に、ウェスタン・オンタリオ大学で、実験病理学の修士号を、1974年に、トロント大学で、神経科学の博士号を、1977年に、マックマスター大学で、医学博士号を取得し、1981年に、 カナダ専門医協会の神経学のフェローとなった。彼女はスーセント・マリーのサー、ジェームズ・ダン高校を卒業し、ボストンのタフツ医科大学で神経科学のトレーニングを受けた。ボンダーはまたカリフォルニア州サンタバーバラのブルックス・イィンスティチュート部フォートグラフィーで風景写真の撮影を学んだ。ボンダーは1984年から宇宙飛行士としての訓練を開始し、 1992年には、第一次国際微小重力実験室ミッションで、ベイロードスペシャリストに指名された。ボンダーは1992年1月22日から30日に、NASA のスペースシャトルディスカバリーの STS-42 で、宇宙飛行を行い、スペースラブで実験を行った。地球に帰還すると、ボンダーは10年以上、NASA の国際科学者チームを率い、 24度の宇宙ミッションで得られたデータを分析し、宇宙環境での人体機能の回復のメカニズムについて研究を行った。ボンダーは、ファイザー、オラクル、連邦捜査局等の組織のコンサルタントを行っている。また、CNN、BBC、PBS、CBC 等のテレビやラジオでゲストに招かれ、カナダやアメリカ合衆国で放送されている。 アイマックスの映画デスティニー・イン・スペースでも取り上げられ、またエプコットの新しいアトラクション・ミッション・スペースのオープニングにも招待された。故郷のスーセント・マリーにはロベルタ・ボンダー・パークがあり、また、オンタリオ州政府が70ホスタードライブに彼女の名前をつけたパビリオンを建設している。公園の後ろのマリーナにも彼女の名前が付けられている。1996年、オンタリオ州 アジャックスにドクター・ロベルタ・ボンダー公立学校、オタワにロベルタ・ボンダー公立学校が開校した。2005年にはブランプトンにロベルタ・ボンダー公立学校という名前の2つ目の学校が開校した。ブリティッシュ・コロンビア州アボッツ・フォードのドクター・ロベルタ・ボンダー小学校も彼女の名前にちなんでいる。彼女の名前を冠した4つ目の公立学校がオンタリオ州ボーンに2008年9月に 開校予定である。ボンダーは2009年6月30日に2期3年、勤めたトレント大学の学長を辞任した。公認は俳優のトム・ジャクソンである。ありがとうございます。